アニメがあるんだと歌からアニメに入ったという世代でいらっしゃいますね。なるほど。では土田様も数多くマクロス作品ご覧になっていらっしゃるようですけれども、はい、その中でも一番好きなキャラクターを挙げるとするならば、キャラクターもやっぱ自分がやっぱ多感な時にね、やっぱ見たキャラクターが一番好きですから、ロイ・ホッカーですよね。あ、そうなんですね、はい、スカルリーダーですね。真山さんお分かりですか？まあ、じゃあちょっと土田先輩にどんなキャラクターか教えていただきましょうか。パインサラダの回見てないですか？見てないです。あ、見てないですか。もうぜひ、なんなら僕が説明するよりも、家帰ってブルーレイかなんかを購入して見ていただきたい。そうですね、はい、それが一番早かったと。そうですよ、もう神谷明さんがね、声やられてまして、はい、なるほど。やはり男の子視線の好きなキャラクターなんですね。そうです、なんかこうかっこいい兄貴分な感じで、うん、でその機体にね、ドクロのマークがついてたりとかで、はい、それ子供ながらにかっこよかったんで、はい、だからそれは今でも残ってますからね、その流れが。はいはい、そうですよね、はい、ドクロついてる機体っていうのは、うんうん、では真山さんは好きなキャラクターを挙げるとするならば。私はミクモ・ギンヌメールさんですね。ワルキューレの紫担当の方なんですけど、歌のうまい。はい、歌のうまい、はい、本当にこう、マクロスってフロンティアからなんですかね、こう歌の声優さん、歌のこう、うん、声のキャラクターをやらされる方とこう 歌の担当と分かれて、別でね、そう、うんうん、歌姫と分かれてるじゃないですか。シェリル・ノームがそうですね。そう、シェリル・ノームさんがメインさんと分かれてるじゃないですか。で、それで同じようにこう歌声を聞いた時に、そのとジュンナさん、はい、ジュンナさんが当時14歳で歌われてたっていうのを初めて知って、え、めっちゃ歌うまくないみたいな、それですごい興味を抱きまして、それがそのミクモ・ギンヌメールさんを好きになるきっかけでしたね。なるほど。もっと知りたいなって思って、これをアニメ見たらもっと中がこう実はなんか作られてたみたいなとか、なんか実質3歳みたいなところとかが、あ、すごい神秘的やと思って。なるほど。マクロス上手なのがね、やっぱり、ね、男性も女性も見れるんですよね。あ、ただの戦争物語だとやっぱ男性しか見ないんですよね、ロボットアニメだと。そこにやっぱもう恋愛もあるし、ね、アイドル要素もあるしね、はい、うん、そして戦闘ね、歌、三角関係というこの3つの要素があるのがマクロスの魅力かとは思いますけれども、もう今の中でもね、いろいろ出てきましたけれども、改めて好きなシーン、名シーン、名セリフ、記憶に残っているものがあったら土田さん教えてください。名シーンですか。はい、まあ、やっぱ古い話になっていいですか。どうぞどうぞ。マクロスの時の話で、はい、そのさっきのロイ・ホッカー、まあ、彼女がいるんですけど、彼女を呼ぶところがやっぱ好きですね。こちらでよっていうところはね、そこが一番好きですけどね、小学生ながら。そうですね、神谷明さんの声で、はい、渋っと思いながら。あ、なるほど。でプロフィール見た時に身長確かに2メートルぐらいあるんですよ、はい、思った以上にでけえんだこいつと思ってね、うん、なるほど。リン・ミン・メイちゃんより、やはりそういう男の子の方が。そうですね、やっぱ子供だったんで、あんまりリン・ミン・メイとか早瀬美沙に行くことはなかったんですよ、ね、なるほど、はい、そうなんですね。真山さんは記憶に残るシーン、印象的なシーン、好きなシーン。私はデルタの16話なんですけど。16話、はい、ハヤテ・イ・メルマンがフレイヤちゃんに雪をプレゼントするシーンがありまして、うん、でフレイヤ・ビヨンちゃんって寒いとこだもんね。そう、寒いところ、インダミア出身なんですけど、うん、テンションが上がったりとか心が動くとこう、はいはい、触覚みたいなルンって言われるもんなんですけど、が光るんですよ、うん、でそれでなんか隼人が気に入ったみたいな話したら、むっちゃゴリゴリみたいな、その後にお前ルンピッカピカだぞって言って、そのルンをピッて触るんですよ。その瞬間がもう乙女的にはキュンキュンしちゃって、ね、最近のやつ、俺もね、それ話聞いて思い出したわ。フロンティアで、はい、ゼントラーディの人たちがいるところにランカが行った時に、歌を歌った時 のデカルチャーってセリフね、あそこのシーン好きです。あ、そうなんですね、はい、バルキリーにスピーカー積んで歌うところね、はい、うん、あそこいいですね。真山さんのお話につられて、土田さんも次々と名シーンが蘇ってきたようです、はい、そうですね、思い出してきました、はいはい、さあ、そしてマクロスといえば歌もとても人気でございます。先ほどね、真山さんからワルキューレという言葉も出ましたけれども、実は先月先行イベントとしてマクロスデルタのワルキューレのメンバーのライブがスカイツリーでも開催されたんです。そうなんです。改めてお二人はマクロスの曲の中で好きな曲、好きな歌があったら教えてほしいんですが。僕でも何曲か実はダウンロードしてて、はい、
リン・ミンメイのゼロ G ラブって曲があるんですけど、はい、ダウンロードしたのはいいんですけど30秒ぐらいで歌終わるっていうね、なんかすごい損した感じのそうなんですね、はい、あとの、まあ、その最初 の、 あのマクロスのエンディングの曲、はい、僕はもうってやつね、それも入れてるんですけどそうなんですね、はい、それで聞くとやっぱあの切ない小学校4年生ぐらいの時を思い出しますね、はい、ちょうど放送当時は82年でございますね、はい、なるほど。前山さんは好きな曲、好きな歌は？それこそ本当にあのマリキューレさん、マリキューレおすすめ、大好きなんですよ私。実はこの間のセカンドライブ、去年の1月に行われたセカンドライブに、はい、普通にお客さんとして見に来てた。マルキューレセカンドライブに、そうだ、マルキューレが止まらないを会場で聞いて、本当にもうあこのまま止まらないでくれって思って、もう一緒に泣いてたタイプの人なので、すごくもう迷っちゃうんですけど、その中そのライブで一番聴けて嬉しかったなっていうのは、涙目爆発音っていう歌がすごい好きで、私あのですね、はい、私、何か思い出そうとしてるね、すみません、あの、聞け、あの、はい、こう、音、あテンパりすぎじゃん、めっちゃ出るだけだから、本当に今日、私、悪い恋愛がね、高まっちゃって、ね、好きだからこそ語りたい時ですね、で、このイベント、今日呼ばせてもらえて、いいのかな、みたいな、うん、ぐらい、もう今日めっちゃ緊張しててごめんなさい、本当にさ、あのそれが聞けて嬉しかったです。あ、そうなんですね、はい、俺もでもワルキューレ何曲かダウンロードしてますよ。あ、土田さんも、はいはい、あとランガリーも入れてました。あ、そうなんですね、はいはい、あれ、あとあれだ、シェリルと歌ってるやつも入れてます。あ、そうなんですね、はい、あ、やっぱりマクロス愛、まあ、それだけ曲をダウンロードするほどお好きでらっしゃる、はいはい、それしますね、はい、いや、やっぱマクロス歌いいですもん。あ、そうなんですよね、はい、歌でも魅了するマクロスでございますが、さあ今回コラボレーション企画として展望回廊にて作品を見ていなくても内容がわかるキャラクター&ストーリーゾーンから、ファンの方にはたまらない原画ギャラリーやグッズコーナー、そして大画面でリズムゲーム歌マクロスを体験できるデカ歌マクロスゾーンと、いろいろな展開を行っております。お二方とももうすでに見学していただいたんですよ、はい、さっき見てきました。どうでした？やっぱセル側はたまらなかったですけどね。そうですね、原画素晴らしかったですね、原画ね、大元の、うん、こういう感じなんだなと思って、はい、うん、いろんなシーンを思い出しましたよ、見てて。あの入り口 の、 あのテレビモニター、お気づきになりました？時代時代に合わせて、あのテレビデオが置いてあったり、あ、はいはい、テレビ の、 あのブラウン管とかね、そうなんです、あれね、やっぱあれほら、もうマクロスも好きだけども家電も好きだから、やっぱそっちにも食いついちゃいましたよね出たブラウン管じゃんなんて思って、うん、ワクワクしちゃいましたね、はい、あ、でもまさにそこ見た時にさっきマクロス の、 あのエンディングの曲が流れてましたからね、はい、はい、俺の好きな曲、はい、おおと思って懐かしいと思って、懐かしい、そしてあのデカウタマクロスゾーン、もう早速お客様がプレイされて、あとゲームの、はい、ゲーム、照明もね、もう焚かれて、本当にステージのようになってましたよね、うん、すごい一人でポンポンポンと押してね、うん、イージーモードでしたね、あれはね、うん、なんかあのあとイージーをプレイしてから、これからインストールするためのなんか策略なのかなみたいなのを感じました。これなんせおじさんはね、ゲームの方は全くわからないんで、そうなんですね、そうなんです、僕ゲーム何もできないんです。あ、土田さんも何でもアニメから家電から、なんかオタクっぽく見られるじゃないですか、はい、ゲームとかもやるのかなと思われたんですけど、あの幼少の頃のファミコンというやつをね、親父が買ってくれなかったってことで、はい、あの全然ゲームができないです。なるほど、はい、ぜひこちら展望回廊の方ですね、あれ面白そうでしたけどね、はい、ご覧になっていただきたいと思います、うん、さあそしてこの後間もなくこちらの展望デッキのラウンドシアターにて全長110メートルの超パノラマスクリーンによる大迫力の限定映像が上映されるんですが、内容がなんと35周年オリジナルムービー限定公開のマクロス新曲 MVウタマクロスカイツリーオリジナルライブと超豪華な内容になっております。土田さん、こちらはもうファンにとってはたまらない映像がこれから見られるというわけなんですが、そうですね、ぜひ見たいですね、全く僕らも内容を知らないので、はいはい、あ、じゃあこれから本当に土田さんも、はい、これからも純粋に楽しみたいなと思います。小山さんはこれからご覧になられる今のお気持ちはいかがでしょう？いやー、もうマクロス好きとして嬉しいです。なんかもう得した気分ですね、めちゃめちゃ今日は、はい、ぜひファンとしてこう今までこうお金を出す側から、まさかお金を出す側からやらしい話だな、これで見れるなんてまさかの
うん、俺得ってやつですね。それはもう全種類のやつが入ってるんですか、映像。それはお楽しみ、 ということで2とかプラスとかゼロとかあの辺とかあるのかどうかはこれからその目でお確かめいただきたいと思います、はい、では間もなく上映開始となります。ではお二人ともご起立いただけますでしょうか、はい、上映開始の合図は土田さん、真山さん、そしてお客様全員で3、2、1スタートと掛け声をお願いしたいと思います。